城の再劇場の再劇から1902年1月24日は、幕末から明治中期の東京の下作者、ジャーナリスト、実業家、作家、劇評家。本名は、城の伝兵。郷に山山邸友人、再劇三人、おぼろ朧き邸おぼろき友人、老月つき友人など、かぶら聞きよかたの父、城也とも書く。家は、 日本橋長谷川町の地本問屋だった。本郷三丁目の五福屋伊豆荘の番頭を務める傍ら、17歳頃から五代目千竜子と、水谷緑邸に弟子入りし、頭角を表した。伊豆荘の顧客の老中、安倍正宏に文才を認められて、可愛がられ、また、年長の下作者、松邸、金水、売邸金が金書き路分だと交わった。 三遊亭園長や川竹紀水も、会員の三大話の会、水教連を、路文と組織し、1863年、ともしの、水教基人伝を、出版した。1860年、人情本、春、色恋の染め分解を上司した。合刊も書いたが、ためなが春水、松亭、金水、染崎信夫さと下る、人情本の系列の人だった。 1868年4月、福地玄一郎総監の高古新聞に、広岡光介、西田伝介と参画したが、砂漠的編集のゆえに翌月廃刊を強いられた。1869年の国新聞も第7号で終わった。1872年3月、西田伝介、落合育次郎と東京初の日刊誌、東京日日新聞を発刊した。 その4月、3条の強権が出たときは、今後真面目に書く、胸の答申書、著作同書、旧営業論文と提出した。以降、東京日日新聞を編集発行する傍ら、近世気分、東京長官、和洋基人伝など、固い本を出した。1880年から、東京府会議員を務めた。1884年10月、西田伝介と、 東京日日新聞社から警察新報が身を発刊したが、部数が伸びなかったので、代わりに1886年10月、娯楽主体の大和新聞を創刊し、作品を連載した。1889年には新小説の創刊に関わり、そこに創作を載せもして、作家に復帰した。百八十九年から、神田会議員、百九十二年から、 神楽会議長だった。その11月、三遊亭園長、五代目、小野駅菊五郎、三遊亭園優、田村成吉らを集めて、百物語を主催した。歌舞伎の台本も書いた。新聞社の劇評家仲間の長老で、1890年、東京日日の新人記者の岡本軌道が、西陸に面倒を見てもらったという総話がある。西陸には、 かつての職場の新米記者だった。大和新聞社長を辞した翌1902年、心臓衰弱により母した。70歳。清高院、進む誉れ、巨来災菊孤児。墓は、谷中霊園にある。西欧の小説の本も出したが、災菊は外国語を返さなかったので、それらは、福知大地王子の翻訳を下敷きにしたと想像されている。行末の書きは、 出版の西暦年次、あるいは年月日。野崎佐文、造歩私の見た、明治文壇一平凡者、2007年、136、P。日本近代思想体系18、岩波書店書集、土屋玲子、大衆史の源流、世界思想者、P250、一柳広隆、近藤水木編、幕末明治百物語、 国書館公開 ISBN9 兆7843億3605万1202、山本正月、明治世相100話中古文コピー78、岡本軌道、ランプの下にて、岩波文コピー155、土屋桃子、西区の西洋小説の本案国会図書館、大和新聞。ありがとうございます。